皆さんこんにちは、パチーメこと早乙女玉木です。今回はと言いますか、今回も強烈な満員電車に揺られながらここ JR 大森駅までやってまいりました。最初はですね、最初というかさっきまで10分ぐらい前まではもうヘロヘロだったんですけれども、もうこの冬の寒さで何でですかね、もう体がね、ビシッとこう引き締まったような感じがします。番組では皆さんもご存知の通り、もう勝ち続けてきたって言った方がいいんですかね、もうすごい調子よく勝ってきたんですけれども、実はプライベートはもうこの真逆なんですよ。で、真逆で、まあ、終始は大荒れ。もうそれがね、なぜかっていうと、ある機種と出会ったからなんですね。で、それが 350.5 分の1のフルスペック、まあ、こういえばもう皆さんもお分かりでしょうが、新海物語 M56 なんですよね。で、これがね、打ってるっていうよりもね、戦ってるっていう感じが強くて、もうね、やけになって、私今一生懸命打ってるんです。でね、この350分母が大きいからこそ当たらないんじゃないかって、当たらないよって私だけかもしれないんですけど、そう思っちゃうんですね。だけどその恐怖感とは別に、フルスペックの何て言うんだろう、期待感ってあるじゃないですか。ちょっと単発を引いてももしかしたらまた確認引き戻すかもしれないとか、その期待感とその恐怖、これがね、私ちょっと今ハマっちゃってるんですけど、今回はこの13時間体感機で新海物語 M56 を体感したいと思います。そして今回お邪魔するお店はシンフォニー大森店さんです。こちらで13時間体感するわけですが、今回ばかりは本当にどうなるか分かりません。350分の1、これを皆さんと一緒に体感したいと思います。それでは早速行ってみたいと思います。さあ、いよいよ開店です。ここで13時間体感機のルールを説明します。13時間中大移動はなし、22時を過ぎたらやめ時は自分で決める。そしてもちろん自腹で挑みます。ですから絶対に負けるわけにはいかないのです。では今回撮影に協力していただくシンフォニー大森店さんから素敵なプレゼントを紹介していただきましょう。シンフォニー賞としてハチ姫の出玉が1万発以上の場合、こちらの脱獄ブラザーズアウトドアチェア新海物語ストローコップを各1名様、海物語グッズセットを5名様にプレゼントさせていただきます。また出玉が1万発に届かなかった場合も、残念賞として海物語のマスコットを5名様にプレゼントします。ハチ姫さん頑張ってください。そしてもちろん私からも収支がプラスの場合はプレゼントがありますので、皆さん応援よろしくお願いします。番組ではここんとこ連勝しちゃってるんで、今日も行っちゃうかもよ。それでは今回私が実践する機種を紹介しましょう。山陽の CR 新海物語 M56 です。大当たり確率が 350.5 分の1、大当たり出玉が1820個、すべての大当たり終了後に100回転の時短がつくフルスペックです。パチンコ好きでこの機種を知らない人はいないと言ってもいいほど大人気機種の新海物語、私も魚群の魔力にはまっている一人です。魚群って本当に熱いですよね。それでは実践スタートです。これはどうなんだ。わお、あ、マリンちゃんが手振ってる。そういう場合じゃないのよ。入った、入ったんだ。
今ダブルかと思ったら違うわ。あーごめんなさいね、本当に本当にね、ちょっと今ねストロークで必死なんです。毎回そうなんですが、最初はいつもストロークに悩んでしまいます。新海物語はよく打っているのですが、その台のベストストロークを見つけるのって大変ですよね。番組では勝ち続けておりますが、実はプライベートでは負け込んでいるのです。私がですね、負け続けたのも実は13時間のせいもあるんですよ、この番組のせいもね。っていうのが、番組でね、フルスペック最近打ってるじゃないですか。でね、フルスペックで単発の後のドキドキ感、単発の後もね100回転ついてるから、そのドキドキ感に見せられちゃって、また単発でも引き戻したりしてたんだよね。それでね、なんかハマっちゃったんですよ、フルスペックに。でね、うちの私が行くところもよくねイベントやってるんで、それに合わせてね行ってはいるんですけど、まあなんかね私だけ当たんないんですよ、本当に。なんでだろうっていうぐらいね、何が来ても当たらないけど出すぐらい。マリンちゃん、最近走りなんか、ビエビエになって走るは2段階見てない。魚群は外すものだと思ってますからね。こうやって今まだ始まったばかりだけど、負けたことが思い出されるなって、もうすぐ声援なくなっちゃうし、ビク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 打ってます。こればっかりは分かんないんだけど、梅松にしても、お祭りサブちゃんにしてもね、すごいことになってたもんで、やっぱりああいうこうドル箱を積んだ時のことって頭の中残像残ってるじゃないですか。それだけをねイメージしてやりたいなと思ってるんですけど、350はね侮れない。これは、侮れないんですよね。でもなんかよく回るな、自力乗り上げでもよく入るしね、ゆら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 しながら入るし、なんであっという間に止まるの、ね、海といえばね、この新海といえば、番組の第1回目13時間体感機がパート2が始まって、第1回目にね打ったんですけど、その時がね負けたんですよ。番組始まってすぐ負けて、今回はできることならそのリベンジもしたい、本当にしたいとは思うんですけど、できるか分かんない、まだ本当に。なんか弱気でしょ、こういうのってね、ダメなんですよ本当に。強気でいかないと。なんかね、前回は前回で、前回はっていうかそのねハーフステップを打った時は、なんかストロークが分かんない分かんないって一日ずっと言ってたような気がするんだけど、今回はそれプラス、ブンゴにねビビリが入ってます。分母だって大きいんだもん。やっぱりね315
るよ。あちゃ、朝一マリンちゃんだよ。余分なし。行くだけ行ってくれましたよ。これでも優秀、私にとったらいつも手前でピタだから。運年前やっぱりね、これの走りだった、あの CR ギンギラパラダイス、あれはね、まああれも打ったし、3回権利者のギンパラも打ったし、あれが好きでね、やったんだ。きたー、鳥肌。記憶朝一103回転で余分を外してしまいました。弱気になるわけだっちゅうの。こんなものですよね。やだな。100% じゃないしね、サムが出てきたわけではないし、分かってるんですけどね。いや、参っちゃったな。疲れがどっと出ちゃったな。打ち始めたばかりなのに疲れがどっと出たなんて、魚群のパワー恐るべしです。私本当にフルスペックで勝てないんです。いつになったらこのショックからね、立ち直れるんでしょうか。いや、今日はね、もう本当に覚悟してきました。銀行に行く覚悟をして、腹をくくって私は大森まで来ました。本当に、いやね、なるべくほら、行くときって、プライベートでも行くときって自分でその軍資金を持っていくでしょ。でね、やっぱりね、暑くなるとどうしてもやりたいんですよ、もっと。だけどね、この私でさえもね、暑くなるともうあとこれだけ回ってんだから、もうあと1万円入れちゃおう、もうあと5000円入れちゃおうってね、ちょこ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 ね、おろしに行っちゃうんですよ。それもね、やっぱね、もう自分のできる範囲で限度でやらなきゃダメじゃないと、もう限度持ってやらないと、もう行くとこまで行っちゃうから、それだけはもう皆さんもね、ぜひぜひ注意してほしいと思います。私の二の舞にならないよ。本当に暑くなりすぎないように注意してください。まあ私は22時までやめられないんですけど。生きてる間にはなくなることはないと思うんだけど。
海シリーズがねなくなることってあるのかなって。えっ、ないって。外しちゃった、入っちゃった。というわけで1万円終了です。早いな。どこだどこだ、お金はどこだよ。皆さんちょっと見てくださいね、1万円打ち切って265いけますよ。何かが起こるかもしれない。見せないわよ、私も大事なお財布ちゃん。止まりって気持ちいいです。魚群で外れてもこれがあるから海は面白いですね。ダサイジの短髪って言いたいでしょと思うけど、フルスペックなんです。これが私が引き戻します。
んだよその予告って言いたいあなた。この時私はフルスペックの威力を味わいたくてうずうずしてたのです。とりあえずね、当たりは来たんですが、まだチャンスはあります。ここでね、一気に持ち玉確保したいんだけど、私が言ってたハズレ復活枠外プレミアム、枠外で揃ったら動いて大当たりするプレミアムです。見てみたいですね。私は発表会でしか見たことがありません。皆さんは見たことありますか？結局時短終了です。時間短縮。トマリング、トマリング、止まれ、トマリング、ハスリング、いけ！ねえ、ああ、時間短縮、意味ないじゃん。やだ。いや、書かない。ほら、来た。現金で回して、壊滅してまた現金で回してみたいな。これはね、え？あ、そっか、びっくりした。前半後半こっちか。ね、見て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 。全部ワンセットね。負ける時っていうのはね、こういうもんなんですよ。って思うでしょ、皆さんも。この時は単発に泣かされたので、今回はフルスペックなのでなんとか時短中に当てたかったんですけど、ああ減ってきちゃいました。ここだけの話、めちゃめちゃ
オカルチャーだったんですよ私。もうね、うちのね、担当者がね、頭抱えるぐらいね、オカルチャーだったんですよ。私の周りもみんな頭抱えたの。やっぱね、魚群外したらやめなきゃダメですよね、とか、そういうことばっかりやってたな、昔は。思い出すな。でもね、やっぱりパチンコを1日でも長く楽しみたいし打っていたいから本当に勉強しました。もういろんな情報を取り入れていろんな人の話聞いて自分で打って体感して本当勉強した。でも不気味のセンスゼロ。わかんないもんだって。だってね、だってそう思うでしょ。こんだけ信頼入れ替えの早い世の中よ。次から次へと新しいゲージの台が出てきて、いざパッと見てどこを狙って打てとか、そんなのわかんないっていうか、もしわかってたらもうプロになってますよ。だけどね、なんかわかんないなりに、ほらポイントってこうこことここだけはちゃんと見ようとか、とにかく打ってみて、なんていうんだろう、球の流れっていうか球筋がいいかなとか見てみようとかって思ってね、とりあえずは努力してるから、だからパチマガのね、攻略ライターの皆さんが書いてることとかってすごくね、ためになる。あれは分かりやすいし、もちろんね、もう泉さんのね、教え方はね、天下一品。あの人はね、ちょっと違うね、本当違う。パッと見ただけで、あ、ここどこどこだなって、まあそれがプロだって言えば それまでなんだけど、あの人のね、教え方がね、私の今年のおしゃくれ様、おしゃくれ様のね、しゃくれ様のね、教え方がまた分かりやすいのね。本当ね、尊敬してます、おしゃくれ様。飲まれたよ。こんな時どうすればいいのよ、おしゃくれ様。前半戦ここまでは1万1000円で単発当たり、その後時短でも当たりを引けず一箱飲まれてしまいました。再び現金投資のスタートです。一箱で270、280になったんですって言いたいとこなんですけど、引く100円、100回時短だから180か。190で回ってほしかったなっていうか、ちょっとね、玉になって持ち玉になって気が抜けちゃったのかなっていうか、ゴー、もう思いっきり押しちゃった。またやっぱりな、玉ジャンプだな、抜けられないのかな。でも意味ないじゃん、それじゃん、どうやってるし。坂本君、一緒に歌う。坂本君横で打って止まれ。あ、なにこれ、なにこれ、なにこれ、あ、やだ、もう坂本君ちょっとなんとかしてなんとかしてお、しるい、しるい、AD さんに八つ当たりしてすいません。でも当たらないときは勘弁してほしい。今の止まり方何あれ。ああ、でああいうのだったらビョンビョンビョンとかいくよね。やっぱさ、うちのスタッフみんなパチンコ好きだからさ、見てるだけじゃなくて打ちたくなるでしょ。打とうよ。
誰も私のそばに寄りついてくれないんだもん。いいのにもうみんなねえ隣に打ってくれればいいのに。イラついております。だってお昼になってまだ現金投資してるんですよ。魚群も2回外したし。アリンちゃん、あ、ちょ自分なら出てくる。疲れるな、もうまだその方が、もう喉枯れちゃった。見てくださいね、ちょうど350分の1、350今、それで来た、来い。これ来ない来ないよね。350分の1、確率分もね増しました。また入れなきゃいけない。あー来た。私がこの業界に入ったきっかけもやっぱりパチンコが好きで、でこの各仕事をさせていただいてるんですけど、まあ大体そうだな、取材に行ったり、取材に行って自分の目で見たことを記事にしてね、あの文字に活字にして書いたりしてるんですよ。またね、こうやって番組もいただいてて、そうなんですよね。まあ好きなこととはいえね、大変なんですよ。まあね、大変はみんな一緒だと思うんだけど。最近までね、あのゴルフの番組もやってまして、ゴルフの雑誌にもあの特集で載せていただいて、っていうか私の趣味があのパチンコとゴルフなんですよ。なんか全部趣味を仕事にしてしまったっていうところがあって、今趣味がないんです。泳ぐことぐらいかな今趣味は。あとはそうだな、ショッピングとかもそんなに嫌いではないけど、自ら進んでいく方じゃないし、もうショッピングはパチンコやみたいな。これこれ、あ、ごめん、これ見て、これこれ可愛いでしょ、このベルト2500かな、これ。あ、これもそう、これこのお財布、これも2500か。6連勝か7連勝した時かな、
しょ。これ上下のね、なんかスレッドみたいになってるんだけど、まあパチンコにはとってもお世話になってます。いつもお世話になっているのに今日はどうしたんでしょうか。現金投資が止まらないよ。方がいいけど全然来ません。もうね、500、524回ってますけれども、まあそうですね、11,000円、うん、ね、まだこれしか当たり引いてません。8ノーマル、ね、もう11,000円で大当たり引いて、投資がちょうど9,000円、ちょうどこれでね、打ち切るところでね、2万円を使い切ってしまいます。あー、もう席立ちたくなかったんだけどな。やだな。結局両替です。前半戦ここまでは単発1回、それも飲まれ現金投資中です。その後5000円でも当たりを引けず、泡も出やしない。カメがこっちに顔出してんのに、頑張ってるけど来ないんですよ。本当に前半戦あたり1回だったらどうしよう。700超えてしまいまして、確率にも2倍、350
略とかね、いつものことなんですよ、私にしたら。だけどフルスペックに関しては本当にね、現金投資がね止まんないんですよ。これってやっぱりフルスペックの怖さなのかな。参っちゃったな。お願いしますって感じ。現在投資が27,500円。皆さんこれからですよ。さっきはね、さっきというかすごい前はね、時短中魚群外しちゃってあらショックみたいな、また出てくるかしら。これぞフルスペック。その素晴らしさを本日初めてちょっとだけ味わうことができました。やっと箱を下に下ろせましたよ。私の理想はね、魚群単発変わって隠れるんだ。それを期待しておったんですよ。なんか一説にはね、後ろスタッフには後ろにおじさんが入ってたんですよ。でなんか話聞いたら、いや次得意だよって言ってたってわけ。それだったらいいけど。まったく私を誰だと思ってんのよ。8位目よ。そんなことあるわけねえだろ。それでもパチンコ番組のスタッフ確定の。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。さあ次は確変。
だよ、あと80、20回しかないしさ、どうしたらいいっすか。寂しくない？もう3時よ。先3時で3回よ、当たりが。どうなっちゃってんのって感じ。もうね、プライベートだったらどうだろうな。周りが安定してたら続行かな。皆さんだったらこんな時どうします？さっさと切り上げて、ちょっとでも負けを少なくするか、持ち玉だけは回して次の当たりに期待するか、悩むところです。まあこの番組は22時までやめ時は決められないのですが、とにかく早く当たりを引かないと。終了後166回転、もうすぐ一箱飲まれてしまいます。まったくどうすれ当たるんでしたっけ。あ、びっくりした、あ、びっくりした、あ、びっくりした。ADさんに当たってすいません。本日3回目の魚群外しですよ。番組の前半に冗談で3回外したらハチマキさせるぞなんて言ってたんですが、スタッフは私のあまりの落ち込みぶりを見て噛みつかれそうなので言えなかったそうです。本当に噛みつくとこだったわよ。あー悔しい。あと残り一箱ですよ。前半戦がですね、もうすぐ終わりを告げようとしてた。早いもんで。ね。まだ前半戦は3回しか当たり引いてないんですよ。なんかね、すごくゆったりした展開というか、もっとストーンと行きたい気もするんですけどね。
るだけのことはやるしかないですね。というかやるだけのことって言っても私って打ち続ける以外ないんだよね。いった首あれだあれだ首空だって。そう、私は打ち続けることしかできません。それ以外何ができるか何もできません。打ちまくるのみの私なのですが、とうとう残り一箱もなくなってきました。これで前半戦終了なの？私自身に問題があるのではと思います。回る台ってね、夜というかいいことが、後からいいことがある場合も多いんですよ。私は後半戦に期待したいと思いますので、皆さんもぜひ応援してください。ちょっとさ、つまんないよ。みんな楽しそうでいいなと思って、私は何をやってんだろうか。はい、というわけで前半戦終了しました。と言いますかね、もう本当に疲れました。見たいですか、私のデータ、もう一度。あんまりお見せする、自慢するようなもんじゃないんですけどね。何ですかこれはね。113以上みたいな。ごめんなさいね、本当ね、本当ちょっとショックというか、私があのオープニングでというか前半戦始まる前にお話ししたね、その今 M56 とプライベートで戦って負けてると、今日はその前にリベンジも兼ねてやってきたんだって言ってたんですけど、やっぱりね、350分の1はね、当たる気がしないというか、すっごく当たりが遠く感じるんですよ。で、フルスペックでしょ。350なんだけどフルスペック、そのなんて言うんだろう、絶妙なるね、このコラボレーションって言いますか、それでなんとかね挽回できるかなと思ったんだけど、単発出て終了、単発出て、まあ1回引き戻しがあって、単発で3回で終了で、今回ですね、初めての試みと言いますか、またゼロからのスタート、弾もゼロでも
投資金額はもう全然マイナスへどん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 左とかに、うん、なんか勢いづいていってるような気がするんですが、でもまあ後半戦はいけると思います。なぜなら、まあ、根拠のない自信ですけど、とにかく回るですよ。回るように、ね、一生懸命ストローク変えて合わせてありますんで、それで合わせてあるっていうかね、大体この辺っていうのもピンポイントで見つけてあるんで、まあ回る台を打たないと勝てない、回る台を打ってるからといって勝てないけど、回る台を打たないと勝てないんですよパチンコは。というわけで、あの後半戦はもう何かお見せできると思いますので、また私と一緒に後半戦盛り上がってください。